ラだよ。はい。ということで、本日はハロウィーン。ということで、今日はね、どうしても撮りたい TikTok がある。TikTok 回。そのためにはやっぱりね、ゾンビメイクが必要なんすよ。ってことで、今から姫ちゃんにゾンビメイクをしていきたいと思います。ゾンビメイクって自分で自分にやったことある？な、な。じゃあママがむっちゃ前からある超簡単にできるゾンビメイクを教えてあげるから、半分そっち自分でやんな、こっちメルチがやってんで。いや買おうよ。じゃあ姫ちゃんはコットンでやって、ママちゃんはこっちにティッシュでやるから。じゃあまず、はい、つけまのり。もうこんなんな、多分みんなに説明するまでもなく、みんな知っとるやり方やから。デザイン考えて、こう丸く作るのか、ちょっとこう細い感じにこう切れとる感じに作るのかとか、うん、そういうのちょっと考えながらやってくれね。うん、あー綺麗なお肌に、めっちゃ無理になっちゃうな。うん、はい、でも同じようにさ、ちょっと思わないよな。ママちゃん、あれでデリケートみたいにするよ。うーちゃん、でどっちかって多分コットンで作る方はちょっとやけどっぽい感じになるかもな。え、どうしよう。わーかってしょ。これ完成？いやキャンシーみたいな。はい、やろ。コットンを、うん、このホワ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 、これを好きなだけ、好きなだけっていうか、糊、うん、塗った分だけ。マジメイクの工作みたいな。な、ほんとふわふわ。ほんまや、サンタさん。俺のとこにヒゲないやろ。あやぶサンタ。おや、今年のプレゼントは何くれるの？あげない。わぁ、誰があげる？ゆうた。あれ、どうだよ。きっと完成。この上からコンシーラーなんやけど、液体ファンデでいいや。どっちの？この白いのをさ、とりあえずこうやって隠して、とりあえず白をなくして、こっからあの茶色とかなんかいろいろ塗り重ねていくから。いいいいよ。これはタイトルみたい。続きましては、あ、得意のパレット、さっき塗った肌色の上に茶色なりなりをこうちょっとトントンってして、ほらちょっと馴染ませてって。よろしくね。ここにもとノールックやねん。こっちじゃあしょうがない、じゃあ何に召喚してあげよう。じゃじゃん、あー意外とリアルやった。ほら、姫ちゃん、姫ちゃんの美術の成績は、まあこんなん得意やろ。めっかくなっちゃう。正直こういうのは好き。あ、こういうの好き。美術とか図工好きやから。うん、あ、いいいいよ。目元もなんかそんな。目元はなんと白コンしちゃいます。で、ある程度できたら今度ちょっとなんか濃いめの赤とか。真ん中。真ん中とか、まあそれはもうセンスに任すわ。おー、いい感じ。おーおー、最終仕上げはちゃんと血のりがある。完成前にちょっと血のりは垂らそうかなっていう。何でこっちに、なんかカメラで見ると結構リアルよな。何作ろうと思ってる？と思う？え、成功。なんかちょっとぷっくりしとる方がさ、リアルかなって思って。ティッシュで初の試み。頑張ったから口元に塗ったんだ。ちょっとちょっと、自衛隊みたいな色を使ってきた。自衛隊になってきた。いや、黒か。自衛隊じゃなくて、なんかゾンビって薄汚れてない、うん、な。ほんでさ、そのさ、縫い目、キメちゃんの技術でこれでなぞって。今日朝からさ、姫ちゃんとさ、とっとっと行ったん、うん、実際これ撮影しとんのって、うん、あとどう10日ぐらいでハロウィンかなぐらいの時期やのに、もうほとんどハロウィンの商品なかったよな、うん、だってさ、ダイソーにもなんかあるかなと思って、そういうハロウィン用品行ったのに、うん、もうクリスマスになっとった。早すぎる。なんなら、うわー、いい感じだね、割と、うん、めちゃめちゃいい感じ。やっぱり姫ちゃん、ここはこれ、この出番や。体調悪いよ。絶対これ
黒い方のがいいよ。鮮やかやな。ちょっと青、鮮やかやった意外に。ヘッドメイクオッケーやん。こっから一気にホラーなのが白コン。今回使います白コンはこちら、じゃじゃん。じゃあ、OK。なんかもう本当に何の変哲もない白コン。じゃあ、これを。いざ、そう、じゃあ。じゃーん。いや、かわいくない、かわいくない。いや、ちょっと、かわいい。可愛くないよ。目どこ向いとる。しかもさ、これさ、傷もっとこっちの方にしたらよかったの。このここで隠れる。な、これ。え、わざとぐしゃぐしゃに隠れてな。うん。どう？意外に。あと。残るはお洋服なんですが、女子高生のゾンビをしようと思ってちょっと制服を買ってあるんで着替えまーしょ。ビャーあーわーわーあこんな感じに仕上がりました。でもこうやってやるといつもの日じゃないけど、こうやってやると、うん、なあなあ、白コンってめっちゃブスにならん？なるよな。でもやりますけど、こっちコークを、こっちなんかテイクを。ちょっと全身映しましょう。ほい。じゃーん。ウェーイ。女子高生ゾンビ。真姫。じゃらーん。姫ちゃん、それであれやろ？今から踊るんやろ？そう。おもちゃん、やばい。おもちゃん、後ろからゾンビが来た。あ、ちょっと待って、きつい、きつい。おもちゃん、なんで逃げる。おもちゃん、なんで逃げる、なんで逃げる。見て、おもちゃんの顔。めっちゃ最高や。じゃあそんな感じで本日は姫ちゃん女子高生ゾンビでしたと、うん、いうことで、よかったらチャンネル登録と高評価やるめろ。バイバーイ。またチェックタック。